ウェストバージニア州、サマーズ郡、タルコットの町外れにあるジョン・ヘンリーの像。タルコット、別名で、ロリンズバーグ内市、ローリンズバーグは、アメリカ合衆国のウェストバージニア州、サマーズ郡にある、非法人地域。ウェストバージニア州道3号線とグリーンブリア川に、沿った位置、サマーズ郡の郡庁所在地であるヒントンの東側に、ある。標高は、465メートルで、 おおよその座標は、北緯37度39分2秒整形80度45分4秒、北緯37.65056度整形80.75111度、37.65056-80.75111である。非法人地域でありながら、当地には郵便局があり、ZIP コードも24,981が付与されている。 タルコットという名は、チェサピークオハイオ鉄道の土木技術者で、ビッグベンドトンネルの建設責任者であったタルコット大尉にちなんだものである。当地には、ここが、ジョン・ヘンリー伝説の発祥の地であると信じている、住民が多くいることが知られている。ヘンリーは、19世紀のアフリカ系アメリカ人の鉄道建設に従事した労働者で、蒸気機関を動力とする。 作願機と競争して勝利を収めたものの、それが元で命を落としたと伝えられている。歴史家のルイス・チャペルは1920年代にタルコットを訪れ、かつてヘンリーと一緒にタルコットを通るチェサピークオハイオ鉄道のビッグベンドトンネルの建設に従事したと称する労働者たちから話を聞いた。ヘンリーと一緒に働いたという当時生存していた。 労働者たちの話は、ヘンリーが実在していたことを裏付けたが、伝説のもう一つの側面である機械との競争については、チャペルが行った聞き取り調査では確認も否定もできなかった。ヒルタルコットルーリッタンクラブは、この伝説を記念して1972年にヘンリーの像を混流した。タルコットは、毎年7月に、ジョン・ヘンリー・デイズの祭りを開催しており、 有名な伝説の伝承、ダックレース、クラフトを扱うブースの出展などが行われている。ありがとうございます。